はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病と予防生活の気晴らしにね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいに白血病やがんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、今日はね、みんな大好き麦茶の話です。もうなんで麦茶の話なんかって言いますとですね、まあ、もう僕自身ですね、その味覚障害でその味の感覚がね、おかしくなったんですよ。そうすると麦茶がね、苦くて、その麦茶でさえも苦くて飲めなくなったんですね。これをね、なんとかしようと思って、まあ、頑張ったんですよ。で、まあ、それで、これをすると飲めるようになったんだよっていうのを紹介します。まあ、それはですね、牛乳です。牛乳で割ります。まあ、その牛乳で割ることによってですね、お茶特有のその苦味がね、まろやかになって、なおかつ、その口当たりもね、まろやかになって、非常に飲みやすいんですよ。ほんで、さらに、その、お茶特有の香ばしさってあるじゃないですか。それがね、また、牛乳に合うんですよ。あと、まあね、このようにね、まあ、牛乳大好き人間が喋ってるだけなんですけども、まあ、普通は、麦茶はね、牛乳で割らないですよね。でもね、考えてみてくださいよ。焼酎の、お茶割りとかあるじゃないですか。あれと一緒でしょ。まあ、例えばカクテルやったら、そのカクテルをね、ミルクで割る、そのカルガミルクもそうやし、マリブミルクでしょ、カシスミルクか。ねえ、まあ、いろいろあるじゃないですか。まあ、そう考えるとですね、いや、お茶を牛乳で割ってもいけんじゃないのってこう思ってやってみたらいけたんですよ。まあ、そしてその麦茶なんですけどね、実はね、麦茶にはね、こんな効果があります。まあ、調べたらたくさんあったんですけども、今回はその中でもその2つ。僕が厳選した中、二つを紹介します。それはね、血液サラサラ効果、抗酸化予防のこの二つです。まあ、血液サラサラ効果っていうのはですね、麦茶の成分にですね、GABA、GABA っていうのとですね、アルキルピラジンがね、含まれていまして、そのアルキルピラジンっていうのはですね、麦茶の香ばしさを出している成分ね、これがね、血流改善の効果があります。で、まあその、もう一つね、GABA、GABA もね、また血行促進させるね、成分なので、この二つの成分によって血流がサラサラになります。で、続きまして、抗酸化予防ですね。抗酸化予防はね、その麦茶に含まれる P クマル酸という、あれる成分の中にね、ペルオキシナイトライト、ペルオキシナイトライトというね、活性酸素を抑える効果があると言われているのが入っています。それが生活の中でこうね、我々が普通に生活している中で発生する酸化に働きかけてくれます。なんかすごそうでしょう。なのでね、まあ、この前の月曜日からまで、6日前か、からね、続けてるその麦茶牛乳をね、これからもね、続行していきます。まあ、どう変化していっているかはね、またね、報告します。その麦茶に関してはですね、僕はね、飲んだらあかんとね、言われてませんでした。まあ飲まなくていいとも言われてませんけども、まあ、むしろ飲み物はね、そのお茶か水にしなさいと言われているので、まあ、僕に麦茶の制限はありません。もちろん牛乳もないですよ。牛乳も別に飲んでもいいって言われてますし。でも一応言っときますけど、もし皆さんその病気されてる方がいらっしゃいましたら、そんな方はね、麦茶でさえも、なんか病院に問い合わせてからにしてくださいね。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらいましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。